下の日のとの水路長崎県島原市の武家屋敷街は、競技では、江戸時代に、島原ハンカチが居住していた、島原城外各の西側の当時鉄砲町と、呼ばれていた地区の一部で、町並み保存地区に指定される、下の手を指す。講義では、上、新邸下神町、固定、中の日のと、下の日のと、新し県、江戸町の七つの地区と木内の一部の総称である。 武家屋敷、武家屋敷通りとも呼ばれる。当地区は、まず、松倉重政による島原城追記記に、下の邸中の邸古邸が築かれたとされ、ついで、松平忠房入宝後の17世紀後半に、上、新邸下陣町、新し県が築かれ、幕末に、江戸邸が築かれる。明治維新まで、それら七つの町筋にはすべて街路の中央に、 有水の水路が設けられていた。今日その名残は、下の日の戸の約406メートルの街路に見ることができる。下の日の戸には、水路の他にも、街路沿いに連続する、石垣の平野幕末から明治初頭に竣工した三棟の武家屋敷等が現存しており、その景観は、昭和52年の市の町並み保存地区指定、平成15年度、 島原武家屋敷街地区の名称での都市景観大賞、美しい街並み賞大賞受賞など近年高い評価を得ている。ありがとうございます。